天神87回目ちょっとおまけ劇場、今回でラストになるかな、EX6 の後半プレゼント for you、 ついに来ましたリサちゃんのターン。いやー、これはちょっと身構えていかないと、気合い入れていかないと。トップに置いているキャラクターもリサちゃんにしていますけども、これもまた名前変更とか選ぶとちょっと面白い。あなたの名前ならちゃんと知ってるよ。知られてるんだね。私もおまけを選ぼうと思ってたの。どんな設定が好きか私は知ってるよ。めちゃくちゃ合わせてくれるっていうね。あなたが寝ちゃうなら私も寝ようかな。さあ、そんなリサちゃんのターンでございます。前々回あった6人サンタの続きっていうことでね、メインヒロインたち6人のサンタ姿で出てきましたけど、リサちゃんだけ出てきてないですからね。さてさて、どうなるか。血を見るようなことにならなければいいけど。もうどうなってるの。お、いきなり。あの人と森島先輩をこっそり追いかけてポンプ小屋まで行ってみたら、あ、そこ見られちゃってんの。もしかして膝裏ペロペロ。まさか先輩の膝裏にキスをしているなんて。あー膝裏見られちゃったか。するなんて信じられないよ。でもこの前は田沼地さんのおへそにキスをしてたし、あ、それもその前は中田さんのほっぺたにキスを。そっかそっか、あの6人サンタの後だから全員ハレム状態なわけだね。次は一体誰のどこにキスをする気なの。まさか内ももとか。内もも危ないね。絶対に許さない。ご乱心ですよ。これは本当に信じられないよ。乱世ですよ。ずっとおきてだったあの人がまるで何かに挑戦するようなキスを女の子とするなんて。やっぱり確かに誓いは本気だったんだ。リサちゃんから見たらこの1ヶ月での主人公の変化とんでもないだろうな。この1ヶ月6人攻略してるっていうね。今年のクリスマスは可愛い彼女と甘く過ごそうぜ。梅原との誓い、よっしゃ行くぞ。おう。あの誓いからこの1ヶ月確かに前よりもどんどん素敵になって、積極的に女の子と仲良くなるようになったもんね。でも、もしあの人が積極的が行き過ぎてるような気もするんだけど、本当にクリスマスを女の子と一緒に過ごすことになって、そしてその子とそのまま付き合うことになったりしたら、ダメだよそんなの。私以外の誰かと付き合ったらあの人が傷つけられちゃうかもしれないのに。ああ、やっぱりまだそういう思考なのか、うん、リサちゃん。そんなことになる前に一番の理解者である私が何とかしないと。一番の理解者。もう絶対に誰にもあの人を傷つけさせたりしないって決めたんだから。いやー、いいね、ナイスヤンデレですよ。それにあの人のために私ができることはこれくらいしかないんだから。日々とナンバーワンヤンデレの座は伊達じゃない。ミスヤンデレコンテスト優勝者ですからね。何すんだ。今日のお昼はどこで食べるんだろう。教室にいなかったし食堂にいるのかな。見当たらないな。どこに行っちゃったんだろう。ちょっと邪魔しないでもらえるかしら。あら、なあ、邪魔してんのはあんたでしょ。何、女の子同士で喧嘩。2の B の2人じゃない。私の方が先に注文したんだけど、棚町さんには聞こえなかったのかしら。あやつぎさんががっつり裏モードを出してきてるってのがいいよね。何を言ってんのよ。私の方が一歩前に並んでたでしょ。あやつぎさんと棚町さん、一体なんであの二人が喧嘩を。ショックオーバー。それで最後のスペシャルランチはどっちが食べるんだい。スペシャルか。私がいただきます。ちょっと何さらっと返事してんのよ。スペシャル争奪戦なわけか。スペシャルランチを取り合ってたんだ。今日はあの二人が取り合うほどすごいメニューだったのかな。スペシャルランチはクリスマスフェアの
コラーゲンたっぷりバーベキューポーク。喧嘩してまで食べたいメニューかな。ん？コラーゲンたっぷり。そういえばコラーゲンを食べると胸が。あ、そういうこと。そういうことか。なるほど、原因はコラーゲンね。私ももっと取らないとダメなんだけど。この学校にはな、森島先輩しかり、リホコしかり、ドッジボールでの借りを返すならさえちゃんしかり、今がぴったりだと思うんだけど、どうかしら。ね、おっぱいがインフレ起こしてるからね。あら、借りのある棚町さんのためを思って私が食べてあげるって言ってるんじゃない。あ、どういうこと。棚町さんは牛乳とサンドイッチにでもしたら、田中さんの占いでもそう言われてたでしょ。あ、そうなの。確かに稽古の占いで牛乳を飲みなさいって結果が出たけど、なんであんたが知ってんのよ。ミルクフォーチュン先生は、ミルクフォーチュン先生っていうか、さえちゃんは牛乳で育ったよ。田中さんに牛乳が必要なのは占いなんかしなくてもわかるわ。それは一体どういう意味よ。今の田中さんを見れば一目瞭然じゃない。なんかでも俺このあやつじさんとカオルのこの関係好きだな。占い、そういえば2年 A 組にはすごくよく当たる占い師がいるって噂を聞いたことがあるような。2年 A か、2の B って言っちゃった、2の A ね。何よ、稽古の占いを盗み聞きするくらいならあんたも占ってもらえば。私は田中さんの話を聞いてるだけで十分よ。思い出した、A 組の田中さんって人は伝説の占い師ノストアダムスの生まれ変わりって言われてるんだ。そんなすごいこと言われちゃってんの。今日話していた新しく作った占いもなんだか面白そうではあったけどね。興味津々じゃないの。新しく作った占い、どうしよう、すごく気になるよ。ここで二人に聞いたら教えてくれるかな。俺としてはリサちゃんと田中さんが共演してくれるかどうかの方が気になるよ。あの人を狙ってる二人と声優さん同じですからね。あまり良くないかもしれないけど、でも少しだけならきっと大丈夫だよね。さっき話していた新しく作った占いのことをリサちゃんが言った、詳しく聞かせてもらえませんか。え、突然何。その私占いが大好きなので、もしよければ教えてほしいなって。じゃああなたには特別に教えてあげるわ。本当ですか。ほう、職場、あんたたちその前に注文を。スペシャルどうなったんかな。ありがとうございました。そんなお礼なんていいわよ。ええ、お礼を言うならこの占いを考えた田中さんに言ってあげて。はい、それじゃあ今夜早速試してみます。いい結果が出るといいよね。やったね、いい話が聞けちゃった。それに綾辻さんも田中さんも思っていたよりもいい人だったな。で、油断したらダメだよね。恋愛が絡むと女の子は変わっちゃうんだから。それにしても自分もそうだけどね。枕占いっていうのか、枕の下に何か物を敷いてそうして見た夢の内容で占うなんて、確かに今までにないよね。夢の内容で占う、夢占いじゃないよそれは。枕の下に敷くものはいくつか二人に教えてもらったし。敷くものが大事なのか。今夜までに急いで用意しないと。ねえ、本気で信じちゃったみたいだけど止めなくてよかったの。はあ、よく言うわよ、適当なことを教え始めたのはあんたでしょ。え、ひどい、ちょっと私は少し冗談を交えて教えただけ。もう綾辻さんも大概悪友だな。本気で信じちゃうの。綾辻さんとカオルが悪友コンビになってる。冗談を本気で信じるほど真剣だったってことじゃないの。そうかもしれない。枕占いを信じちゃった。それじゃ私はもう教室へ戻ることにするわ。は？スペシャルランチはどうすんのよ。あの子をからかったら満足しちゃったから、スペシャルランチはあなたに譲ってあげる。あ、ちょっと、いいなこの二人。何が
は譲ってあげるよ。最初から私のだっつーの。この二人がくっつかないかな。あやつじさんとかおるちゃん。え、ああそうね。うん、悪いんだけどやっぱりスペシャルランチはやめるわ。あら、代わりにさ、牛乳とサンドイッチちょうだい。おお、そっちに行ったか。なんかいいね、今のやりとり。次はここを縫い合わせて。はい、できた。完成まではもう少しかかりそうだけど、だいぶ形になってきたな。この調子ならなんとかイブには間に合いそうだね。このクリスマスプレゼントを見たら、あの人は喜んでくれるかな。喜んでくれるといいな。うん、今日はこれで終わりにしよう。枕占いも早速試してみたいしね。何をつくっているのか。教えてもらった枕の下に敷くものは一通り用意してみたけど、これでいいのかな。リサちゃんのお部屋とか見てみたいな。どんな感じなんだろう。こうして並べてみると、どれもなんだか枕の下に敷くのには抵抗があるんだけど。うん、あの有名な占い師の子が考えたんだもん。少しくらいおかしくてもきっと大丈夫だよ。でも舞い上がってて聞きそびれちゃったけど、どれが何を占うものなんだろう。うーん、夢の内容で結果を占うんだし、きっといい夢が見られればいい結果ってことだよね。それじゃあどれを枕の下に敷いてみよう。ん？何これ、ここでこんなに選択肢。ちょっとしおりを挟むか。これすごいな。割れた鏡、金属バット、袋麺、当たり目、こんにゃく、モーモー石鹸、ちょんまげ。これ何が違うんだ。割れた鏡とか普通に危ねえな。普通に危ないけど、なんか一番ある意味ちょっとこう、呪術的なもので使われそうなのは割れた鏡。いや、呪術じゃないんだよな、これ占いなんだよな。占い。いや、でも俺はちょっと割れた鏡が本当気になるな。また、割れた鏡か当たり目。当たり目。臭くなっちゃうよ。リサちゃんが臭くなっちゃうよ。鏡にしよう。割れた鏡にしてみようかな。少し危ない気がするけど、これはちょっとね、その分効果がある気がするし、何回かやり直して試してみる感じかもしれない。これでよしっと。あの人とのいい夢が見られたらいいな。怪我しないでよ。気をつけて、それだけ気をつけてね。あれ、おかしいな。路地裏に入ったと思ったんだけど、どこに行っちゃったんだろう。もしかして見失っちゃったのかな。またストーキングしているのか。せっかくここまで追いかけてきたのに。ガチストーカーだからな、この子は。ガンって。何今の音。なんだかものすごい音だったけど、もしかしてあの人に何かあったんじゃ。音はこっちの方から聞こえてきた気がするんだけど。路地裏で音といえばやっぱり。やっぱりあやつじさんがご乱心だ。なんでこんな路地裏なんかにいるんだろう。こんな場所に一人で来る理由なんてないし。まさかあの人と待ち合わせをしてるの。あ、蹴ってる。さっき聞こえた音はあやつじさんがゴミ箱を蹴ってる音だったの。まったく、これっていつも私に仕事を押し付けて、何でもお願いすれば済むと思ってるんでしょうけど、恥を知りなさいよね。これってあの大富豪やった時のあやつじさん。今のってかな。ちょっとおまけ劇場の。あやつじさんが言ったんだよね。どういうことなの。あの優等生のあやつじさんが暴言を吐きながらゴミ箱を蹴ってるなんて、信じられないよ。この場面どうなってるの。リサちゃんにも見られちゃってたんだ。今のあやつじさんに見つかったら何をされるかわからないよ。早く逃げないと。カラカラーン。誰？空き缶を倒しちゃった。早く逃げないと。でもこれで
あー、これで、そっか、あの後主人公が見つかるんだよね、八辻さんにね。空き缶の音を鳴らしたのはリサちゃんだったってことか。なるほどね。なんとか見つかる。実は繋がってた。実は繋がってたんだ。それにしても、八辻さんにあんな一面があるなんて、あの人は知ってるのかな。最近二人がいい雰囲気だったから心配してたけど、うん、あやつじさんにあんな裏があるんじゃきっとすぐにバレてダメになっちゃうよね。あの人を見失っちゃったのは残念だったけど、あやつじさんのことが分かって少し安心できたかも。それじゃ今日はもう帰ろっかな。明日は見失わないようにしないとね。これじゃあさ、他の選択肢選んでたら、うん、起きちゃう。今のって夢だったのかな。うん、あれ、もう朝なんだ。はあ、なんだかすっごく変な夢を見ちゃったな。あのあやつじさんに裏の顔があるなんて、うん、夢の中とはいえ信じられないよ。なんでこんな夢を見ちゃったんだろう。うん、もしかして割れた鏡か。枕占いをしてたからこんな夢を見ちゃったのかな。割れた鏡で綾辻さんってなんか意味深ですね、すごくね。もしそうだとしたらきっとこの夢にも意味があるはずだよね。ちゃんと考えないと。うん、綾辻さんか。最近クリスマスパーティーの準備とか言ってあの人といつも一緒にいるから少し心配だったんだけど、夢の中で二人はうまくいかなそうだったってことは現実でも二人がうまくいかないってことを枕占いが教えてくれたのかも。それに夢の中でも綾辻さんは大変そうだったし、現実でもあの人と恋愛をしている余裕なんて綾辻さんにはきっとないってことだよね。さすが伝説の占い師が考えた占いだよ。こんなにすごい結果が出るなんて。多分あの選択肢でいろいろ出てたのは今日の夢の内容を忘れないようにして、あれですよね、これから他のこのシナリオにも出てくるっていうところだと思うんだけど、誰とも約束をしてないみたい。それが夢ってことはこのちょっとおまけ劇場自体がリサちゃんの見てる夢なのかな。どうなんだろう。ちょっともう一旦ぐらい綿を詰め込んでここを縫って穴を塞いじゃえば、これもう共通ルート入ってあの選択見れないかな。どうしようかな。ちょっと他の子も見たいけど、できた。なんか夜寝る前だいぶ当日になっちゃったけど、あ、この出来栄えなら喜んでくれるよね。イブ当日か。イブ当日になっちゃった。じゃあちょっとじゃあね、しおりをたどって戻ってみましょうか。あの選択はいろいろ見たいっすよね。あの人と私のぬいぐるみ我ながらそっくりに作れたの。二人のぬいぐるみを作ったの。じゃあちょっとしおりをたどって戻ってみよう。おい、うっしょ、次は、はい、枕の下に何を置くか。金属バット。ちょっと全然想像ができないんだけどな。こんにゃく、金属バット。金属バットなんて出てきましたっけ、そんな話。いやでも割れた鏡も大概だよな。香るか、金属バット。いや、ちょっとわかんない。金属バットにしてみよう。金属バットにしてみようかな。こんなものを枕の下に敷く日が来るなんて。本当だよね、寝にくそう。うん、やっぱり頭がゴツゴツするよ。変な寝癖とかついちゃったりしないかな。この子髪長いしね。金属バットって誰だ。さあ今日は上級生を攻めるわよ。あ、アンケート取ってる。うん、ほらさっさと行くわよ。これちょっとおまけ劇場のね、カオルルートですね。これも実はリサちゃんが見ていたと。何よ、自分が彼女になれたからってあの人をこき使うなんて。あんな乱暴な人のどこがいいのかな。
あの人は女の子を見る目が本当にないんだから。今二人でやってるアンケートだって棚町さんの仕事なのに無理やり手伝わせてるし、きっとあの人は優しいから自分が利用されていることに気づいていないんだよ。私がそのことを教えてあげないと。ほう、これで41人か。上級生だから少しは楽になると思ったんだけど、なんだか昨日と変わらなかったわね。よし、今だ。今のうちにこっそり手に入れておいたこのアンケート用紙をあの人の足元へ。ああ、なんか一枚落ちてた。確かにこの時この時落ちてた。ほら、私のアンケート用紙がすぐ足元にあるんだから気づいて。あれリサちゃんだったんだ。こう、なんだ、リサちゃん全部につながってた。すごいな、この伏線回収の仕方。そうね、次はどうしようかしら。え、しかもこれアンケートの内容がさ、なんかちょっとあれなんじゃなかったっけ。アンケート用紙が一枚落ちてるよ。ひどいんじゃなかったっけ。ちょっとなんで田中さんが先に気づいちゃうの。まったく、ほら取ってあげるからどいて。リサちゃんそんですごい全然気づかれないのね。んこのスニーキングスキル。ちょっとあんた、いつの間にアンケート書いたのよ。スネークか。メタルギアリサちゃんいいね。え、どういうこと。あのアンケートを書いたのは私なのに。ほら、このアンケートの内容を見てみなさいよ。あんたが書いたんでしょ。なんかひどいこと書いてなかったっけ。やった、よくわからないけどこれでアンケートを読んでもらえる。ファミレスにいる凶暴なウェイトレスのせいで不幸になっている人がいる。あー、確かに言われてみたらリサちゃんの書く文章じゃん。どう、何か言うことはないの。事実じゃないか。はあ、そうだよ。今まで我慢してきたものを吐き出すチャンスだよ。全ての黒幕はやっぱりリサちゃんやったんや。内容はともかく僕はこんなアンケート書いてないよ。本当かしら。本当だよ。それにどうせ書くなら僕ならもっと別の要望を書くよ。へえ、例えば。用心棒がオーダーに来るのはおかしいとか、ここに乗れてるやつさんとも話がしたいとか。なるほどね。って、ちょっとあんた、人が忙しい中わざわざ接客してあげてたのに。イチャラブしちゃってる。そんなこと考えてたの。イチャラブしちゃってる。危ない、早く逃げて。早く逃げて。あの子は金属バットのように危険よ。 あんたのせいで無駄な時間を使っちゃったじゃない。それじゃほら、さっさと次のアンケートを取りに行くわよ。ほう。どうしてなの。私のアンケートを読んであんなに激しい喧嘩までしたのに、なんであの二人の関係は壊れたりしないの。これじゃどうしたらいいのかわからないよ。あ、これで起きると、うん、あれ、金属バットの夢でした。朝なんだ。なんだかすっごく変な夢を見ちゃったな。あの人と棚町さんがあんなに仲がいいなんて、夢の中とはいえ信じられないよ。確かに最近ファミレスによく行っていたから心配していたけど、こんな変な夢を見ちゃうなんて、やっぱり枕占いのせいなのかな。でもなんで棚町さんと付き合っちゃう夢を。まさか今の夢は予知夢だったの。うん、きっとそうだよ。枕占いが予知夢を見せて警告してくれたんだ。なるほど。あの人が田中さんに好き勝手されている未来なんてあっていいはずないもん。これからはリサちゃん、田中さんは変な寝癖とかついてない。大丈夫。もっとちゃんと守らないとね。さすが伝説の占い師が考えた占いだよ。こんなにすごい結果が出るなんて。今日見た夢の内容を忘れないようにして。これからもリサちゃんはリサちゃんだな。でもまずはやっぱりクリスマスパーティーだよね。今のところ誰とも約束をしてないみたいだけど、最後まで気を抜かないようにしないと。なるほど、確かに予知夢だよね。クリスマス終わった後のお話だもんね。カオルとはね。
うん、しょ。というか大概そうか。綿を詰め込んで、ここで、ここで穴を塞いじゃえば、このルートに入ってくるわけね。じゃあちょっと再びですね、しおりをたどってこれ全部見よう。喜んでくれるよね。これ面白いわ。真相が明かされていく。次はこ、よし。ただどれがどれだかちょっとわかんない。これ高橋先生とかもあんのかな。高橋先生、いやまずはリホコ、リホコ当てたいな。リホコ、リホコってモーモー石鹸じゃないの？なんとなくなんとなくイメージだけど、モーモー石鹸、リホコかさえちゃんだよね。さえちゃん、さえちゃんは当たり目かな。いやわかんない。いや違う、当たり目はあれか、酒、酒だから高橋先生。袋麺、あ、袋麺が七崎か。こんにゃく、こんにゃく、いや、こんにゃくがリホコか。ちょんまげ、あー、塚原先輩、塚原先輩、あ、ポニーテールだからってことかな。んー、ちょっとモーモー石鹸いってみますか。それじゃあモーモー石鹸を枕の下に敷くことにしようかな。リホコじゃないかな。うん、石鹸から牛乳の甘い素敵な香りがする。牛乳なんだかいい夢が見られそうだな。さえちゃんか、これさえちゃんっぽいな。ってことはこんにゃくがリホコかな。はあ、休日はゆっくりできるからいいけど、探さないといけないのが欠点だよね。この前はデパートで服を買っていたけど今日は何をしてるんだろう。休日までスニーキング、ストーカーしているんだね。この時間帯ならゲームセンターか本屋にいるかもしれないな。あれ、あ、さえちゃんだ。ここにいるのって、すごいすごい、こんなに早く会えちゃうなんて、やっぱり私たちは運命の赤い糸で結ばれているんだよ。それにしても何をしてるんだろう。すごく真剣に何かを探しているみたいだけど、うん、あれ、あの人の隣にいるのは誰だろう。背も小さいし、小学生の女の子かな。小学生言われちゃってる。でも小学生にしては胸の発育が良すぎないかな。私よりもあるなんて生意気だよ。生意気、いや、リサちゃん、リサちゃん結構ぺったんこよ。あの子の落とし物を探してあげてるのきっとそうなんだ。ほんと、あの人は誰にでも優しいんだから。あれ、これだけ、うん、あれ、もう朝なんだ。あれ、そっか、ここは別に。なんだかすっごく素敵な夢を見ちゃったな。別にリサちゃん関わってこない。夢の中でもあの人に会えたし、相変わらずあの人は優しかったし、枕占いでこれだけいい夢が見られたんだから、うん、きっと私たちは結ばれる関係だってことだよね。さすが伝説の占い師が考えた占いだよ。こんなにすごい結果が出るなんて。今日見た夢の内容を忘れないようにして、うん、これからもあの人のために頑張らないと。でもまずは、ただあの河原でのこともクリスマスパーティーだよね。リサちゃんは見ていたと。今のところ誰とも約束をしてないみたいだけど、最後まで気を抜かないようにしないと。なるほどね。これって綿を詰め込んで、ここを縫って穴を塞いじゃえば。じゃあまた戻ります。うん、これで完成。はい、うん、しょ、このこんにゃく、こんにゃく、袋麺、当たり目、こんにゃくがリホコか。こんにゃくにしよう、こんにゃくにしてみようかな。枕の下にこんにゃく、やっぱりこんにゃくの匂いが気になるよ。髪の毛に匂いがついたりしないよね。こんにゃく臭いリサちゃんか。こんな状態でそれはそれでありな気もするけど、夢が見られるのかな。うわーって、ドシーン。あー、大丈夫？あ、
最初に足の骨の足の骨ひびやっちゃったとこだ。これリホコの。もう信じられないよ、なんで茶道部の部活中に足の骨にひびが入るの週末から入院しちゃったせいで週明けの今日も一日あの人の顔を見ることもできないなんて、いっそ病院までお見舞いに行っちゃおうかな。うん、さすがに病院で制服は目立っちゃうよね。ここは我慢我慢。目立っちゃう。それよりまたあの人が怪我をしちゃわないようどうにかしないとな。やっぱり茶道部にいるのがダメなんだ。どうにかして茶道部から出て行ってもらわないと。やんでるな。きっとまた怪我をしちゃうに決まってるよ。玄関に出たらすぐ分かる場所に置いてっと。あとはチャイムを鳴らすだけ。お隣さん、お隣さん、ちょっと待ってね。アマゾンが来ちゃった。アマゾンが来ちゃった。ちょっと待ってね。はい、失礼しました。戻りました。これでも改めて見ると本当すごいタイミングでピンポンって鳴ったんだね。あとはチャイムを鳴らすだけだよねってリサちゃんが言ったところでピンポーンって鳴ってんだ。リサちゃん来たよ、うちに。まあ、佐川のおっちゃんでしたけど。佐川急便のおっちゃんが来ただけでしたけどもね。はい、失礼いたしました。続き行きましょう。これ、ピンポン、ピンポンね。すごいタイミングだな、しかし。よし、今のうちに隠れないと。いや、でもそうそう、これ、リホコの時あったんですよね。はい、どちら様ですか？お隣さんがなんか、お花を、みたいな。ね。あれ、お隣さんじゃなかったんだ。誰もいない。そう、あそこちょっとね変な分だと思ったのよ。お隣さんはそんなすっかななんて。そっか。もうミャーはニーニーのお見舞いに行って疲れてるのに。謎が解けたぜ。いたずらしないでよね。まったく。あれ、なんだろうこの箱。宅配便か何かかな。佐川のおっちゃんです。宛名はニーニーへか。あ、もしかしてニーニーへのお見舞い。あ、ニーニーへって書いてんだ。にしししそれならそうと言ってくれればいいのに。何が入ってるのかな。ほう、うん、こういうことやったんや。これで明日退院するはずのあの人にちゃんと渡してもらえるよね。お見舞いの中身は紅茶缶しかないけど、缶のお花じゃないや、ごめんなさい、紅茶缶か。そうだ、紅茶缶。紅茶缶を開けた瞬間に広がる、まるで山ほどの果物に囲まれたようなあの香り。リサちゃんは紅茶が好きなの？もう本当に最高なんだから。あの人もきっと紅茶の虜になっちゃうよ。あ、なるほど。茶道じゃなくて、茶よりも紅茶の方が茶道部から出ていくに違いないし、ね、なるほど、作詞やな。お茶ではなく紅茶にハマれと。本当に素敵な香りなんだよね。へあの人の家から流れてくるこの甘くてすがすがしい香りなんてまさに。ちょっとこれ大丈夫？なんか怪しい葉っぱとかじゃない？この紅茶、どうして今この香りがしてるの？あの人はまだ退院してないはずなのに。ミヤがまさかもう封を開けちゃったってこと？ミヤが勝手に。なにこれ、すっごくいい匂いがする。やっぱり。なんでもう開けちゃってるの？あの人に開封した瞬間の香りを嗅いでもらえなかったら何も意味がないのに。ミヤちゃんのバカ。ほう、そういうことやったんか。うん、あれ、もう朝なんだ。はあ、なんだかすっごく変な夢を見ちゃったな。あの人が茶道部に入部しようとしてるなんて、うん、夢の中とはいえ信じられないよ。まあ、いろんなルートがありますからね。メタ的なことを言っちゃえばね。枕占いのせいなのかな。なら、この夢はどういう結果だったんだろう。もしかして最近あの人が茶道部室によく行くのを心配してたからこんな夢を見たのかな。わ、
二人羽織しちゃってるからね、茶道部室で。この夢は予知夢なんだ。この先あの人が茶道部に入部しようとしたら大怪我しちゃうってことを教えてくれたんだ。すごいよ枕占い。それに予知夢なんて初めて見たけど、もしかしてこんにゃくにそういう力があるのかな。さすが伝説の占い師が考えた占いだよ。こんなにすごい結果が出るなんて。今日見た夢の内容を忘れないようにして。でもまずは。なるほど、これで共通ルートに入るという感じね。よし、じゃあちょっと戻りましょうか。綿を詰め込んで、これ面白いな。ここを縫って穴を塞いじゃえば、うん、これで完成。これね、よいしょ、うん、そう、あとは袋面ちょんまげ当たり目。袋面が七咲だよな。どうしよう、七咲のまた枕を 見られてたら。あのまた枕は強烈だったな。袋面いってみるか。それじゃあこの袋面にしよう。味噌味にしちゃったけど、醤油味とか塩味でラーメンといえばね、変わっちゃったりしないよね、七咲だから。ただ七咲の時ってなんか別にそんなおかしなことあったっけ。こうして枕の下に敷いておいたら朝には袋麺が粉々になってそうだな。枕に頭を乗せただけで麺の砕ける音が聞こえてくるよ。パリパリパリって。そんな、あの人は年上好きだって言ってたのに、なんで年下の七咲さんと付き合ってるの。ね、確かに七咲さんは年下のくせに落ち着いてくせに家庭的で優しいって評判だけど、でも胸はぺったんこだし私と同じくらいだけど。そうだよね、リサちゃんあんま人のこと言えないよね。おっぱいに関してはディスれないよね、人のことを。きっと校舎裏でお弁当の交換をしていた時に、いやそこがいいところだと思うけどね、俺リサちゃん捕まれちゃったに違いないよ。お弁当交換、私だってお弁当を食べてもらおうとずっと練習してきたのに。今からでも間に合うよね。少し出遅れちゃったけど、あの人の胃袋をつかみ返してやるんだから。定番かもしれないけど、クッキーをプレゼントするのがいいと思うんだよね。綺麗にラッピングしてプレゼントすれば、女の子らしさと料理上手な私をアピールできて一石二鳥だよ。さあまずは材料を揃えないと。薄力粉もカゴに入れたし、あとは牛乳と卵だけね。はあ、牛乳か。やっぱり牛乳は未だに好きになれないよ。あ、そうだよ、リサちゃん。牛乳を使わないレシピにすればよかったかな。リサちゃんのね、最初に惚れちゃったエピソードが牛乳のエピソードだったもんね。うん、あの人の嫌いな牛乳を飲んでくれたっていうね。嫌いな牛乳を使うことになるとしても美味しいクッキー。小学生ってそういうことで惚れちゃうんだよね。牛乳は賞味期限を確認しないと。棚の奥に新鮮な牛乳はないかな。なんかこんな話あったね。奥に新鮮な牛乳があるからどうのこうのみたいな話があった。七咲の時を覗くだけでも十分に罰ゲームだよ。残り数本だけど、他のよりも新鮮な牛乳があって。新鮮な牛乳ね。店員さんには悪いけど、やっぱり少しでも新鮮な方がいいよね。それじゃ、牛乳はレジに行く直前でいいか。先に卵を取ってこよう。なんで新鮮な牛乳がなくなってるの。この間に実は二人で飼っていたのです。さっきまで棚の奥にあったのに、卵を持ってきたら全部なくなっちゃってる。そんな、目を離した一瞬でこんな、少しでもいい材料で作ってあげたかったのに。そうだよね、長崎と買ったよね。仕方ないよね。少し賞味期限が短いけど、この時間帯同じスーパーにいたんだ。一体誰が私の牛乳を持っていっちゃったの。このザッピング面白いっすね。なので棚の奥に並んでいる牛乳の方が賞味期限が長くて新鮮なんですよ。そうだったんだ。この声って
それにしても運が良かったですね。こうして新鮮な牛乳が残っていて。しかも最後の一本だった。日頃の行いが良かったのかもしれない。あったこんな会話。それなら私のおかげです。先輩の日頃の行いときたらもう。そんな最後の新鮮な牛乳をあの二人が持っていったの。あの人だけならまだしも、よりにもよって七咲さんが一緒の時に持ってかれるなんて。という夢を見たのでした。まさかあの人の好みと全然違うのに。最初に言ってた頃とはね。年上でもなければ、あんなに小柄でぺっちゃんこでめっちゃ言われてる。七咲めっちゃ言われてる。なんであの子だけ、私と同じ。それって私にも十分可能性があるってこと？あら、ポジティブ。そっか、この夢は枕占いの結果なんだね。きっかけさえあれば私もあの人と付き合えるってことを教えてくれたんだよ。さすが伝説の占い師が考えた占いだよ。今日見た夢の内容でも、まずはやっぱり。なるほど、そういうことか。じゃあ、うっしょ、綿を詰め込んで、ここを縫って穴を塞いで、ちょんまげと当たり目。ちょんまげが多分塚原先輩だと思うんだよね。当たり目じゃあ残しときますか。高橋先生は、いや、やっぱ高橋先生はね、特にズバ抜けて神シナリオだったなっていう、クオリティが高かったなって思うな。あれはほんとまやちゃん推しにならざるを得ないよ。それじゃあちょんまげを枕の下に敷いてみようかな。ちょんまげを枕の下に敷くってどういうことなの？それにしても、なんでちょんまげなんだろう。演劇部の人に貸してほしいって頼んだら、すごく不思議そうな顔されて恥ずかしかったし。まさか騙されたってことはないよね？騙されてるよ、りのちゃん。教えてくれている時のあやつじさんはすごく真剣だったし、そんなわけない。いや、あやつじさん騙す時ほど真剣なんだよ。戦国時代の夢とか見ちゃったらどうしよう。それはそれで面白そうだけどね。大丈夫、田中さん。あ、サンタブか。そうか、サンタブか。サンタブ忘れてたわ。呼吸が伝説の占い師死にそうじゃん。けいこちゃん。そうだ、サンタブ忘れてた。サンタブなんていつの間にできたの？いや、そもそもなんでちょんまげ？ちょんまげってなんだ？森島先輩。それにマネージャーとはいえ、あの人が部活に入るなんて信じられない。きっと森島先輩たちがサンタ服で誘惑して無理やり入部させたに違いないよ。あの人をサンタ部で独占しようなんて、そんなの絶対に許さないんだから。いや、でもサンタ部はね、面白かった。やっぱ田中さんと伊藤さんが森島先輩と並んでメインになってるっていうところがすごい良かった。あの人のお宝本を参考にして作ったこのサンタ服なら、あの人もイチコロだよね。リサちゃんのサンタ服作るのに数日かかっちゃったけど、これを着た私がサンタ部に入部して、森島先輩たちの魔の手からあの人を助けてあげるんだから。よし、早速入部するためにサンタ部の部員を誰か探さないと。あったこれ伊藤さんじゃない？すみませんちょっといいですか？なんか新入部員がいるみたいな話なかった？え、あ、伊藤さん。私になんか用？あの、確かサンタ部の方ですよね？ええ、そうだけど。あった最近サンタ部が活動しているところを見たんですけど、すっごく素敵でした。え、そう？はい、伊藤さん、かわいい。皆さんサンタ服すごく似合ってますし、先日運動場を走っている姿もとても素敵で。そんなことないわよ。私としては恥ずかしくて仕方なかったし。いえ、とってもかっこよかったです。うん、
いい感じになってきた。今頼めばきっと入部させてくれるよ。それで一つお願いがあるんですけど。うん、何？その私もサンタ部に入れてほしいんです。ああ、それは無理。あ、きっぱり。うん、え、サンタ部は今日で解散なのよ。残念だけどタイミングが悪かったわね。今日で解散？なんでそんな急に？ここで新入部員入りたがってたのはリサちゃんだったわけか。森島先輩に無理を言って付き合ってもらってたからね。そんな、せっかくユニフォームも作ってきたのに。うわ、これはまた大胆なユニフォームを作ったわね。え、大胆なユニフォーム？どうしてもダメなんですか？見たい見たい。ダメっていうか、解散しちゃう以上どうしようもないわよ。それじゃあ私はもう行かないといけないから、また機会があったら一緒に頑張りましょう。あ、ちょっと、そんな、よりにもよって今日解散するなんて。このサンタ服一体どうしよう。という夢を見ました。そっか、サンタ部か。塚原先輩が当たり目か。もう朝なんだ。いや、はあ、塚原先輩じゃないのか。なんだかすっごく変な夢を見ちゃったな。サンタ部か。森島先輩は人の夢の中でも変なことするのね。うん、しかもあの人をマネージャーとして引き込んじゃうなんて。いや、森島先輩のラブリー投げキッスはさすがでしたよ。もしかして現実でも私の知らないところで何かされてるんじゃ。あ、もしかして枕占いは私にもっとあの人を注意するよう警告してくれたのかな。うん、きっとそうだよ。よし、これからはもさすが伝説の占い師が考え今日見た夢でも、まずは。なるほどね、そうやって。あー、じゃあもう一個だけ、もう一回だけ戻らせてください。ってことは、いや、でも当たり目って次はここ、まあ、宮もないんだけど、宮もないけど多分高橋先生だよな。じゃあ当たり目にしよっかな。少しだけなら食べてもいいかな。占いに使う道具だもん。ここで食べちゃったらきっとダメだよ。寝る前に当たり目、臭くなりそうだな。ちゃんと枕の下に敷いて。それじゃ寝ようかな。宮か塚原先輩か高橋先生か。あー、高橋先生だ。いやー、いいね。まやちゃんは本当に神シナリオでした。はい、新書の整理もこれでおしまい。このちょっとおまけ劇場の枠も飛び越えて、天神全体を通しても好きな話だったな。あなたも暗くなる前には帰りなさいよ、まやちゃん。そんな高橋先生に告白するなんて。告白するとこ見てたんだ。そんなの信じられないよ。全然気がつかなかった。あの人が高橋先生のことを好きだったなんて。生徒と教師とか子供と大人とか関係なく、きっとあの人は本気だったんだろうな。だって先生に振られてすっごく辛そうな顔してたもん。まるで2年前のクリスマスみたいに。許せないよ。許せない。たとえ高橋先生でもあの人を傷つけるなんて。お、あの人の思いを断るなんて。さすがリサちゃん、許せないよ。先生相手にも喧嘩を売っていくスタイル。はあ、お昼ご飯にでもしようかしら。確かカバンの中に今日のお昼の菓子パンが。あら、うん、おかしいわね、菓子パンがない。ん？何かしらこの感触。うわー、なんで菓子パンじゃなくてゴーヤが入ってるの。
わ、ゴーヤ、カバンの中が青臭くなってる。あ、なんかこんな、なんかあったかもね、ゴーヤ。そうだよね、なんかゴーヤどうこうって話があった時に、一瞬リサちゃん大成功だったよね、かななんて思ったんだよな。職員室であんなに叫んだんだから、きっと今頃恥ずかしい思いをしてる、ね、リサちゃんって多分沖縄の子だもんね。いや違う、いやどうなんだろう、ニーニーっていうぐらいだし、あの人を振ったんだからこれくらいの罰は当然だよね。あの人を振ったんだから。あれ、なんであの人を振ってくれたのに私は高橋先生に怒ってるんだろう。あの人と高橋先生がうまくいってほしかったわけじゃないのに、あの人が振られたことで安心しておけばよかったのに、なんで。おお、という夢をね、うん、面白かったあれ、これでも一応全パターン見たんだけど、なんか変、なんだかすっごく変な、全部見たことで解放されてるみたいなのはないかな。まさかあの人が高橋先生に告白するなんて、夢の中とはいえ本当にショックだよ。年上好きなのは知っていたけど、まさか高橋先生の守備範囲に入ってるなんて。全然入ってるでしょ、高橋先生は。もしも枕裏なんて知ってなかったらきっとこんなことには気づけなかったよ。枕占いのおかげで気づくことができたんだし、これからは高橋先生のことも気をつけるようにしないとね。さすがで今日でも。なるほど、これもう一回だけ、ちょっともう一回だけ戻ってみて、解放はないか、あーないか、んー、じゃあまあまあまあ当たり目にしといて、当たり目、じゃあ共通のところまで一気にスキップしちゃおうかと思います、ここからですね。綿を詰め込んで、いや全部夢見ちった。うん、これで完成、やっとできた。でなんだっけ、人形を作ってたんでしたっけ。完成になっちゃったけど、この出来栄えなら喜んでくれるよね、はい、あの人と私のぬいぐるみ我ながらそっくりに作れたな。1ヶ月前にしたゆめちゃんとの誓いをぬいぐるみって形だけど私が叶えてあげるんだから。あ、そういうこと。私があの人の彼女になるってクリスマスプレゼントも考えたけど、そんな勇気今の私にはないし私にとっても今はぬいぐるみで十分だよね。それに何よりあの人もクリスマスパーティーは一人で参加することになったみたいだし、本当によかった。ってもうこんな時間なの、急いでパーティーに行く準備をしないと。うん、この辺からだいぶ6人サンタのシナリオの方につながっていくっていう感じかな。近い。さあ、ベストカップルコンテストもいよいよ大詰めとなってまいりました。続いてのエントリーは、ずっとステージの方を見てるけど、そんなにベストカップルコンテスト一人で見てたっつってたっけ。あ、もしかして出場したかったのに相手が見つからなかったとか。相手はいすぎちゃうぐらいなんだけどね、本当は今回はね。それなら今すぐ振り向けばあなたの相手を見つけられるよ。わあ、でもどうしよう、もし本当にあの人が振り向いて目があって一緒に出場しようなんて言われちゃったら、うわあ、想像しただけで顔が熱くなってきちゃったよ。可愛いな、リサちゃん、やっぱり。でももし本当に出場したら優勝は間違いなく私たちのものだよね。うん、来年でいいから私たちもあのステージの上に立てたらな。うん、大丈夫かな、せっかくのクリスマスパーティーの帰り道なのになんだか泣き出しそうな後ろ姿だよ。そういえばこんな寂しそうな後ろ姿2年前のクリスマスにも見た気がする。あの日の帰り道も、さすがストーカー歴2年は伊達じゃないね。今でも消えちゃいそうなくらい傷ついてて。2年どころじゃないのか。ただいま。私はあの人がクリスマスパーティーを誰とも一緒に過ごさなくて嬉しかったけど、梅ちゃんと2人で今年のクリスマスは頑張ろうって誓い合ってたもんね。
あんなに真剣に誓ってたんだから落ち込んで当然だよ、うん、でこの後夢か現実かわからんけど6人のサンタたちがやってくると。落ち込んでるあの人に腹黒サンタ、今のプレゼントだけじゃ腹黒サンタはあれはテロリストだったな。どうにかして喜ぶような工夫ができないかな。もし今日のクリスマスパーティーをあの人が彼女と一緒に過ごしていたら何をしたんだろう。一緒にツリーを眺めたり屋台を回ったりステージを見に行ったりして、ステージ、うん、そうだ。そしてきっとあの人は少し照れながらベストカップルコンテストに出ようって彼女を誘ったんだろうな。ベストカップルコンテストか。うん、今から大急ぎで作ればまだ間に合うかもしれない。ほう、だつーつい焦っちゃってまた指を刺しちゃった。もう手が絆創膏だらけだよ。でも最後にここさえ縫い付ければ、うん、これで完成。この子器用だね。大急ぎで型紙を作ったから少し形が不格好だけど、あ、これも一緒にプレゼントすればきっと喜んでくれるよね。うん、急いであの人の家届けに行かないと。うん、右よし左よし、今のうちだ。あれ橋が、あ、そっか、まだそっか、いくらクリスマスイブだからってこんな深夜に高校生が釣り竿とプレゼントを持って歩いていたら釣り竿るよ、ね、釣り竿、なるべく人に見つからないよう気をつけていかないと。待ってて、必ず無事にたどり着いてみせるから。ふう、やっと着いた。今頃部屋の中はすごい修羅場になってるんじゃないの。やっぱり今年もちゃんとこの時間には寝てるみたいだね。こうしてあの人にプレゼントするのは今年で何度目だろうな。あ、そういうこと。普段は遅れしちゃって手紙もプレゼントも渡せないけど、主人公がずっとサンタを信じてプレゼントをもらってるってのは、ずっとリサちゃんがサンタクロースとしてプレゼントを毎年家までストーキングストーカーして家まで来てはサンタさんになった時だけは私もあの人にプレゼントできるから。そういうことか。毎年恒例になっちゃったね。本物のサンタさんだな、それも。あ、そういうこと。今年も頑張らないと。ドシーン。え、何の音。あ、押し入れが崩れた音じゃない、中で。ちょっと泡吹いてるわよ。あ、そうだね。みんな押し入れ入って。先輩大丈夫ですか。こんなところにいるんだから自業自得よ。なんでこんな時間に明かりがつくの。それに今の話し声は一体、毎年この時間には眠っているはずなのに。もう少し様子を見た方が良さそうね。お邪魔しました。お、リホから。失礼しました。え、ぽっちゃりサンタとミルクサンタじゃないですか。あの人の家からサンタさんが6人も。すごい状況だよね。ミヤちゃんがパジャマパーティーじゃなくてサンタパーティーでもやっていたの。そうだとしてもミヤも鹿になってるからな。なんだかみんな落ち込んでるみたいだけど、一体何があったのかな。明日からダイエットを始めないと。ぽっちゃりサンタ。そんなに気にすることないと思いますよ。先輩、大丈夫でしょうか。いや、ただこの6人サンタは本当はぐっちゃぐちゃだったけど、みんなが絡んでくれてるのが面白かった。なんか大丈夫よ。あいつは相当しぶといから。それにしても驚いたわ。ヒロイン全員の絡みなんてね、貴重だもんね。サンタさんの正体がみんな知り合いだったなんて。最後まで気づいていなかったのは森島先輩だけだと思いますよ。さすがラブリーサンタ。それまだそれつけてんのかよ。ことになったこのプレゼントはどうしようかしら。怖いんだよ。いくらブランドものだからってこの二人特に、そんな物騒なネクタイを欲しがる人がいるわけないでしょ。ギャングとテロリストだもんね、見た目が。
の戦争映画が始まっちゃってるんだこれは。ねえ、もしそのネクタイいらないなら私がもらってあげてもいいわよ。高級ネクタイ、ただし首が締まるぞ。欲しがる人なんかいないってたった今言ってなかった？まあまあ細かいことはいいじゃないね。お願い、あんた私の中でしょ。通報されるわこんな格好でいたら。罵倒し合った仲ってことかしら。あんたほんと性格悪いわね。まあいいわ、その代わりこのネクタイを欲しがる理由だけ教えてもらってもいいかしら。オーケー、わかったわ。そのネクタイをね、プレゼントしたい人がいるのよ。これをプレゼント？一体誰に？首しまっけど。新しい家族っていうのかな。おう。まあ、その人にプレゼントしようと思ってさ。お父さんが？うん。うん、きっと喜んでくれると思うよ。余計な機能はともかく、エズラがネクタイであることに変わりはありませんからね。エズラがすごい。そうかな。それじゃあ、はい。まあ、健闘を祈るわ。いや、やっぱなんかね、あやつじさんとカオルがいい。Thank you。これで浮気なんてしようもんな。あやつじさんの地の果てまで追いかけてやるわ。あやつじさんの裏モードを知りつつこう付き合ってくれるカオル。この二人ベストカップルコンテストだな。そのために欲しかったんですか。それじゃあなたのプレゼントは私がもらうわ。あ、私のプレゼント？あなたが用意していた回数券のことよ。もしかしてVIP様対応回数券のこと？ええ、あなたが持ってても不要な品でしょ。ギブアンドテイクってことよ。そりゃ私には使い道がないけど、あんたに渡すのも。持ってきなさいよ泥棒。ありがとう。これだけあればしばらく楽しめそうね。しばらく楽しめそうって、あんた一体何をする気なのよ。だってこれさえあれば凶暴なウェイトレスを忠実に従えることもできちゃうんでしょ。なんかこの二人、そりゃできるけど。ちょっと凶暴なウェイトレスって誰のこと言ってんの？いい仲になってきてるじゃない。そうね、まずは口の利き方から直すよう命令してみようかしら。あんたが店に来るときはどんな手を使ってでも休んでみせるわ。じゃあ私のワンワン変身セットは誰か欲しい人いる？ハロウィンだな。それ私がもらってもいいですか？あら、桜井さん？うん、桜井さんにもよく似合いそうね。ちょっとそれプレゼント交換するのはいいんだけど、うちの前でやめてくんね。ちょっと通報されちゃうから。これをつけるのは人んちの前で私じゃないんです。そのシュナイダーにつけてあげようかと思って。おー、ワニのシュナイダーだ。シュナイダー、ワニのぬいぐるみ。うん、マイクさんっていう外国人の方なら私も知ってるんだけどな。マイクですか？ちょっと似合わないかもしれませんけど、そこがまた可愛いと思うんですよね。犬耳をつけても怒られないなんて、随分と親しい関係の方なんですね。もうずっと一緒に住んでるから家族も同然なんですよ。まあ、ぬいぐるみなんだけどね。外国人の方と一緒に住んでるんですか？初耳ね。そのシュナイダーさんっていう方は健康的な褐色の肌の方なのか、それとも透き通るような白い肌の方なのかしら。え、肌は緑色だけど。はい、緑色ってどういうことなんでしょう。みんなもう頭外したらそれ。まあ、もう分かってんだから。仮にどっかの星から来た人でも桜井さんなら受け入れちゃいそうよね。そっかそっか、それじゃあシュナイダーさんによろしくね。はい、ありがとうございます。じゃあ私のドテラも誰かもらってくれる人はいないかな。あのエロいドテラでしょ。謎のチャックがついてるドテラ。そのドテラは私がもらってもいいですか？うん、もちろんだよ。愛ちゃんがもらってくれるなら私も嬉しいな。はい、大切に着させていただきますね。あ、もしかして響きと二人羽織でもする気なの？
あ、それいいじゃない、水泳部2人バブリー。登下校の上着として使わせてもらおうかと思って。上着？え？登下校服で着る気なの？今着ている上着は随分と着古しちゃいましたし、そろそろ新しい上着が欲しかったんです。確かにずっとあの黄色いやつ着てたもんね。それを登下校服に着るのはどうかと思うけど。そうですか、暖かければ問題ないですよ。七崎ってやっぱちょっとファッションに問題ありなのかな。その図太さは尊敬に値するわね。図太いとか言われても嬉しくありません。それじゃあ私の座布団も誰か欲しい人がいれば差し上げようと思いますけど。ブランコ用座布団だからな。誰かいます？それは私がもらってもいいかな。ここは1年生コンビ。いいけど、これ中田さんが使うの？お父さんにプレゼントしようと思って。中田さんのお父さんに？まあブランコ用っていうか、ブランコに使わなくても普通に座布団だったらね。仕事中座りっぱなしでお尻が痛いって言ってたから。あー、デスクワークはね、しょうがないよ。この座布団ハート柄だけどいいの？多分だけど大丈夫だと思う。私の選んだものはいつもすごく喜んでくれるから、お父さんと私の趣味は似てるんだと思うの。中田さんとお父さんの趣味が？お父さん。それに、はあ、この座布団すごく可愛いし、お父さんにもきっと似合うと思うんだ。そっか、中田さんのお父さんは本当に中田さんのことが大好きなんだね。大好きし、が行き過ぎちゃってるところもあるけどね。そうなのかな、中田パパはね。それならこの座布団は中田さんにあげる。お父さんが喜んでくれるといいね。うん、ありがとね、愛ちゃん。ねえ、私たちも1年前はこんなにピュアな感じだったのかしら。2年生組。そんなの知らないわよ。じゃあ私のイカ男スーツも誰か欲しい人がいれば差し上げますけど。イクオが喜びそうだけど、ここまで本格的なものがあっても。こんなすごいプレゼント私たちがもらっても持て余しちゃうから。そうですよね。こんなプレゼントイカ男はね、ちょっと股間が気になるんだよね、どうしても。ですよね。股間の触手はいいのかこれ。そんなことないわ。あ、ここはやっぱりラブリーサンタ絶対欲しがると思った。こんな高級そうなプレゼントをもらってもいいのか少し迷っちゃってたの。その本当にもらってもいいの？はい、もちろんです。本当？それじゃあこれは私がもらうわ。だってこのスーツを着たらこの触手も自由に操れちゃうんでしょ？説明書によると、そのスーツを着れば誰でも簡単に触手を扱えるみたいで、あ、フル充電で30分使用可能って書いてあります。充電なんだ触手って。わお、それは素敵じゃない。30分もあるなら口うるさいお兄ちゃんたちを持ち上げてギャフンと言わせるのには十分よ。ギャフン森島家気になるな。素敵なクリスマスプレゼントをありがとね、さえちゃん。いえ、森島先輩に喜んでもらえて私も嬉しいです。あ、そうだ、せっかくだしこのまま着て帰ろうかしら。さすがにそれは警察に捕まっちゃいますよ。いや、この格好も大概だけどね。残念、着るくらいいいじゃないか。こんな夜中にイカをもとい、イカ女が歩いていたら大人でも逃げ出しますよ。イカ女、いやらしい。それじゃあ
そろそろ解散しようと思うけど。面白かったね、今のやりとりね。全忘れること、いいわね。いや、やっぱこのヒロイン全員のやりとりいいな。確かにその方がお互いのためかも。貴重だわこれ。まあ次に学校で会った時どんな顔すればいいのか分からないしね。6人のサンタアフターってことでね、エピローグってところで。そうですね。それじゃあみんなまたね。ハッピーメリークリスマス。森島先輩、声が大きいですよ。今さら？ほんと、とんだイブになったわ。おお。サンタさんたちが帰ってくけど、7人目の登場です。何だったのかな、もしかして今年はもうあの人に別のサンタさんがプレゼントしちゃったとか。どうしよう、もしそうならこのプレゼントはどうしたら。他のサンタさんなんて関係ないよ、私は私のプレゼントをあの人に届けに来ただけなんだから。今までずっとプレゼントをくれてたわけでしょ、クリスマスに。じゃベランダにプレゼントを置くためにも中庭にお邪魔させてもらおうかな。すごいね、毎年よくこっそり。確かこの辺りからソリッドスネークだな。あの人の部屋のベランダに釣り竿でプレゼントを置けたよね。あ、そういうこと、釣り竿でねプレゼントを。あれ、なんで庭にはしごなんか出てるんだろう。今までこんなことなかったのに。それにこのはしご、あの人の部屋のベランダにかかってるよ。まさかさっきのサンタさんたちがあの人の部屋に侵入するために使ったの。でもサンタさんたちは玄関から出てきていたし、一体このはしごは何のために。そんなことより、このはしごの先にあの人の部屋があるんだよね。あの人の部屋が。登っちゃった。私がはしごをかけたわけじゃないし、初めからここにかかっていたのが悪いんだよ。それにあの人の無事も確かめないといけないしね。ガチャ。よいしょ。ふう、やっと着いた。わあ、これがあの人の部屋なんだ。大興奮だよねリサちゃんこれね。想像していた通りの部屋だな。ナイス不法侵入ですよ。棚にある漫画やゲームもほとんど知ってるし、ベッドで寝ていないってことは今日は押し入れで寝ちゃってるのかな。はあ、残念。せっかくあの人の寝顔が見られると思ったのに。こうしてあの人の部屋が見られただけでも今年はラッキーだよね。それに部屋が荒らされた様子もないし、ガソガロの首取れてない。あの人は私みたいでよかった。あ、棚にあるこの漫画知らないな。今度内容をチェックしておかないと。他に何か私の知らないものはあるね。リサちゃんからしたらここは本当お宝部屋だよね。なんでこのガソガルのプラモデルには首がついてないんだろう。それで、あれ、首なしガソガルの隣に置いてあるロボットってまさか私が昔プレゼントしたロボットのぬいぐるみ。あ、そうなんだ、ま、間違いないよ。この下手なつなぎ目も不格好なシルエットも覚えてる。まだぬいぐるみを作り慣れてなかったから今日みたいに手を絆創膏だらけにして作ったもん。もう5年も前になるのに、こんなぬいぐるみを今も大切にしてくれてたんだ。こんなこと本当に知らなかったよ。はあ、プレゼントを届けた帰り道はいつもなんだか不安な気持ちになるんだよね。明日の朝、私の送ったプレゼントを見て喜んでくれるかなって。でも今年はなんだか少し違う。もちろん不安な気持ちは変わらずあるけど、これリサちゃんだな。それ以上になんだかすごく暖かい気分。こんなに寒い夜なのに胸の奥がポカポカして、
すごくすごく幸せな気分。リサちゃんのサンタ服姿ついに来た。別にあなたに思いを伝えられたわけでも、私の存在に気がついてもらえたわけでもない。よかった、マスクしてない顔隠してない。このサンタさん、あなたが私のプレゼントを今も大事にしてくれているって分かっただけ。それだけのことが。おお、なんだか嬉しいの。かわいい、かわいい、リサちゃんサンタ。へえ、めっちゃいいじゃん。ちょっとウィンドウ消そう。ピエロみたいになってんだ、頭の帽子が。リサちゃんサンタめっちゃいいじゃない。これはちょっとおまけ劇場のミスサンタコンテスト優勝者はリサちゃんじゃないこれはいいと思う。私でもあなたを喜ばせることができていたことが、世界一可愛いストーカーだね。すごく嬉しいの。まあストーカーなんだけどストーカーだけど世界一可愛いな。今まで積み重ねてきた思いが初めて少し報われたような、そんな気分。こんなに幸せな気持ち初めてだよ。まるであなたからクリスマスプレゼントをもらったみたい。本当にありがとう。そしてメリークリスマス。いや、やっぱいいキャラしてんな、リサちゃん。ねえねえ、それでプレゼントは何だったの？いたたたた、少しは手加減しろ。それにほら、プレゼントはまだ開けていないから中身は僕も知らないよ。仕方ないな。それじゃあミャーが開けてあげるよ。わっはー、そんな乱暴に開けるな。さあ、何が入ってるのかな。これは、わあ、男の子と女の子のぬいぐるみだ。すごい、うん、クレーンゲームの景品みたい。あ、しっかりできてんだ。しかもぬいぐるみが着てるのうちの制服じゃないか。本物にそっくり。あれ、この男の子のぬいぐるみニーニーにそっくりだよ。僕、言われてみれば確かに見覚えがあるような。じゃあこっちの女の子は、すごく可愛い子みたいだけど誰だろう。僕の知らない子だ。茶髪でロングで、いや本当か、ミヤちょっと心当たりあるんじゃないか覚えてるだろう、ミヤはネーネーのこと。箱の中にまだ何かある。なんだろうこれ、何か建物のぬいぐるみみたいだけど。本当だ、建物。うん、でもどっかで見たことがあるような。これって創設祭のステージ。なるほど、この2人とステージのぬいぐるみでベストカップルコンテストってこと。あ、言われてみれば確かに。よくそんなん作ったな。じゃあこのぬいぐるみはもしかしてベストカップルコンテストを再現している。ニーニーとこの女の子がカップルってこと。そうみたいだな。ほら、マジックテープで二人の手をつなげる。ステージに立たせることもできる。おお、凝ってる、ね、まさかベストカップルコンテストのぬいぐるみがプレゼントだなんて。もしかしてサンタさんは昨日僕がずっとコンテストを眺めていたのを知っていたのか。よく見てみると、このステージのぬいぐるみだけ縫い目が荒いのは昨日サンタさんが急いで作ってくれたからなのかもしれない。それにこの女の子のぬいぐるみ、どうしたの？ニーニー、女の子のぬいぐるみをじっと見て。まさかぬいぐるみの女の子を見てエッチな気持ちに。エッチな気持ち、何を言っているんだ。違うよ。じゃあなんでそんなにじっと見てたのさ。この女の子のぬいぐるみにもモデルになった女の子がいるのかなって考えていたんだ。あ、それに気のせいかもしれないけど、この女の子のぬいぐるみ笑っているのにすごく寂しそうな表情に見える。お、このぬいぐるみにはモデルになった子がいるなら、もしかしたらその子もぬいぐるみと同じ表情をしているのかなと。だから新学期になったらこのぬいぐるみにそっくりな女の子を探してみようと思うんだ。え、そっくりな女の子？
こうやってリサちゃんルートに入っていくんだ。うちの学校の制服を着てるんだからうちの学校にいるかもしれないだろう。それはそうかもしれないけど、ミアは分かってんな。もうもし本当に寂しそうな表情をしてるなら何か楽しい話でもできたらなって。楽しい話って例えば？ただまあもう全員とペロペロチュッチュしちゃってるわけでしょ、ヒロインたち。本当にがっつりハーレム狙いだな。まず僕の好きなゲームや漫画の話をしてだな。そんなの全然楽しくないよ。え？うるさいな。楽しい話は女の子を見つけるまでに考えておく。はあ、相変わらずニーニーは。でも多分だけど、その女の子もニーニーに見つけてもらえたら喜ぶと思うよ。そうかな、うん、だから頑張ってねニーニー。必ず見つけてみせる。おお、サンタさんからの思いがけないプレゼント。そのプレゼントのぬいぐるみを改めて眺めながら、僕は湧き上がってくる不思議な気持ちについて考えていた。このぬいぐるみのモデルになったであろう女の子とは一度も会ったことがないはずなのに、どうしてこの女の子を知っている気がするのだろう。それに女の子のぬいぐるみを見るほど湧き上がる、どこか懐かしいようなくすぐったいこの不思議な気持ち。こんな気持ちになる理由が今の僕にはわからなかった。そしてもし新学期にこの女の子を見つけることができたなら、僕は一体どんな話をすればいいんだろう。ミヤの言う通り、僕の好きなゲームや漫画の話をしても退屈させてしまうだろうし、まして梅原相手に話すようなお宝本の話をしたらきっと嫌われてしまう。それなら例えば、そう、最初はサンタさんの話をしてみるのはどうだろう。サンタさんが僕の相手に選ぶぐらいだから、きっとこの子もサンタさんのことを信じているに違いない。だから僕が今までサンタさんからどれだけ素敵なプレゼントをもらってきたか、どれだけそのプレゼントに救われてきたか、そんな話をしてみよう。そして今までサンタさんに助けられてきた分、僕がその女の子を助けられたらなって思うんだ。このぬいぐるみの二人みたいに来年のベストカップルコンテストに手をつないで出場できるかなんてわからないけど、せめてこの寂しそうな顔を笑わせることができたらなって、そう思う。なんか最後いい感じの話になりましたね。なるほど、がっつりリサちゃんルートにこれ最後は入っていくっていう感じで、おお、やったー。これでちょっとおまけ劇場メインシナリオは全てコンプリートっすね。おお、プレゼントフォーユーでございました。いやー、やっぱリサちゃんいいキャラしてんな。あのサンタのイラストがすごい良かったっすね。やっぱめちゃくちゃ可愛いストーカーだな。そんな感じで一応メインシナリオはこれで終わりなんですけど、最後にね、ちょっとおまけをね、私もおまけを選ぼうと思ってたのでしょ。おまけにね、一個だけシナリオがあるんですよ。まあちょっとおまけ劇場のおまけだから、ほんとちょっとしたもんだと思うんだけど、それをやりながら終わっていこうかな。これ流されて、サンタさんいいね。流されてっていうおまけのおまけイベントシナリオ、ザブーン、ブク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 。何が起きたんだ、水。そうか、川に落ちたんだな僕は。落ち着いてとりあえず水面を。ブハー、どういう状況なのこれは。いきなり本当に落ちてんの。カオルはどこに。あ、わかった、スキバットか。スキバットだ。え、スキバット、スキバットでカオルに落とされてからの話。まったくひどいことをしたのは僕の方か。そうだよね、がっつり二股した後の話だよねこれ。カオルのいる橋がもうあんなに遠くに。これずいぶん流されてたもんね。カオルは僕のことを好きだって言ってくれたけど、やっぱりこれだけのことをされるほどひどいことをしたのは僕、これ悲しいやつ。悲しいやつなのか。クリスマスに僕の方からデートに誘っておいて、それを忘れて、ひどい話だ。水が冷たい。いや、カオルはきっともっと寒い思いを、僕のせいで。で死んでいくって話。
ブクブクブクブハー、今石が飛びかけた。危ねえな、橋はもう全然見えない。この川って旗で見るより随分流れが速い。じゃなくて急いで上がらないとこのままじゃ海まで流されちゃう。早く河原まで。バシャバシャバシャ。いや、カオルを殺人犯にするわけにはいかんからな。流木でも何でも掴めるものがあれば、あ、何か丸くて大きなものがプカプカと流れてくる。ん？ガラス玉？プラスチック？透明なボール？あれ？これもしかして？あ、いや違うか。とにかく掴まれば少しは楽に。ぬくぬくマージャンの岩を海に流したところに繋がってくるかなと思ったけど違うわ、時系列が逆だわ。プハー、ちょっとツルツルしてるけど浮力はあるし、これで少しは楽になる。なんだこれ、特大のぬいぐるみ。ボールだと思ったのはぬいぐるみが被ってるヘルメットだったのか。このヘルメットの中の空気のおかげで浮かんでいる。とりあえずこれに捕まって少し休んだら河原まで一気に泳ごう。謎ですね。はあはあ、なんとか河原に上がることができた。運よくあのぬいぐるみが流れてこなかったらちょっと危なかったかもしれない。しかしあのぬいぐるみ一体どうして川なんかを流れて。こうして離れてみるとあのぬいぐるみはなんだか見覚えがある。イエーイ、あ、キビニャン。キビニャンか。あ、そっか、カオル、あれか、キビトランドから落ちてキビニャンここまで流されてんの。ゲーって、そんな筋肉マン的なリアクション。そんな、まさか。いやでも確か川から上がって全体を見れば間違いなくキビニャン。何これ、キビニャンシナリオか。さっき僕が捕まってたのはキビニャンのヘルメット。あー、宇宙服みたいの着てたな、キビニャン。キビニャンが流されている、助けなくちゃ。よし、キビニャーン。すげえ、キビニャンルートだ。まさかのキビトのマスコットキャラクターですからね。キビニャン大丈夫？返事がない。とにかく早く引き上げなくちゃ。キビトランドから流されてきたのか。パシャズルズズズズズ、これは重い。ズズズズッとさ、とりあえず引き上げたけど大丈夫なのかな、キビニャン。おーい、ピクリとも動かない。人工呼吸をしないとまずいんじゃ。というか宇宙服着てるから人工呼吸も何も。キビニャンとマストゥマス始まっちゃうよ。子供ができちゃうよ。なんてためらってる場合じゃない、意を決して。あ、キビニャンの衣装、宇宙服だ。ヘルメットが邪魔で人工呼吸ができない。これカオルは来ないの？待てよ、ヘルメットの中に水が入っている様子もない。単に気を失っているだけなのかもしれない。よし、キビニャン、しっかりして。キビニャン、キビニャン、体も一緒に揺すってみるか。ヘイキビニャン、キビトのアイドル、キビニャン。動いた。かわいい。キビニャンね、そうそう、イカ男と違って結構普通にいい、かわいらしいんだよね。よかった、一時はどうなるかと思った。気にしないで、キビニャンが何ともなくてよかったよ。僕もキビニャンのおかげで助かったようなものだよ。意味がわからない。まあそう、困った時はお互い様ってこと。キビニャンを浮き輪代わりにしてから助かったなんて言えない。キビニャン可愛いな。しかしどうしてキビニャンがこんなところに。何かの事故に巻き込まれたんだろうか、それとも環球水泳の最中に、いや何かの特訓中だった。うひゃー、風が吹くと寒い。当たり前か。見ればキビニャンも寒そうに見えなくもない。いや、きっと寒いに違いない。表情は読めないけど。何、キビニャン。
何してんの？これは焚き火用の一斗缶。誰かがここで物を燃やしていったんだな。よくよく見れば、これって雑誌か何かの燃え刺し。梅原梅原だな。梅原の燃えかすだな。あ、ソエンエンドソエンエンドの梅原だ。この写真グラビアには見覚えがあるぞ。こっちの燃え刺しは別の本。やっぱり見覚えがある。どちらも梅原のお気に入り。これもこっちも他の燃えかすも全部梅原のラインナップにあるものじゃないか。これなんて一番のお気に入り。梅原が憧れてしていた先輩、その先輩に似ているんだぜって周りの目を忘れて力説していたっけ悲しいな。さようなら梅原。お前ここへ一人でクリスマス。わかるぞ梅原、お前の気持ちは痛いほどわかる。僕だって去年までおなじみの上だったから。気持ちを新たにするため、過去の自分と決別するためにお宝物の山に一番のお気に入りに火をつけた。その男らしい姿勢にこの不祥伊助大輔敬意を払わざるを得ない。いやー梅原いいな。ライター、そこに落ちてたのを見つけてくれたんだ、ありがとうキビニャン。すまん梅原、お前のお宝本、いやお前の魂に再び火をつける。僕を許してくれ。勝ち勝ちメラ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 パチ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 。よかった、お宝本が湿ってなくて湿ってなくて。ありがとう梅原、後で俺を言わなくちゃ。お前のおかげで僕とキビニアンは。突然お礼を言われても何のことだかわからないか。どうしたのキビニアン。そうだね、今日は日差しが暖かくてよかったねなんかもう意思疎通できちゃってるキビニアンと。あのさキビニャン、うっかり忘れるところだったけど、どうして川を流れてきたんだい。ああキビニャンがなんだか遠くを見つめている気がする。え、本当？キビトランドのアトラクションで湖に落ちた。まさかそれって水上バイクの。ああ、見てましたよこれ。あのアクシデントからそのまま流されてきた。てっきりスタッフか誰かに助けられていたものだと思っていたけど、結構な日数経ってる気がするんだけど。あれ待てよ、そうだとするとあの後出てきたキビニアンはやっぱり代役だったのか。キビニアンは死んでも代わりはいるものってやつか。ってことはいつもは一人で全部ステージをこなしているの。あ、そうなんだ、すごいなキビニアンは。あれちょっと待ってよキビニアン、ここからキビトランドの距離とあのアクシデントが起こった時期を考えると、やっぱりどうやっても辻褄が。え、それはうん、すごく興味がある。どうしてここにたどり着いたの。え、排水溝に。それは危なかったんじゃない。途中で気を失っちゃったの。よく無事だったね。次に気がついた時には海に浮かんでいた。それじゃあそこから流されてここまで。見渡す限り海だったって、完全に漂流キビニャンじゃないか漂流キビニャン。そう、無人島に、無人島にまで行ったのか。そうか、それじゃあそこで木を切ってイカダを作った。そんな大冒険があった。あ、惜しい、違うの。鳥って空を飛ぶあの鳥。太陽を隠す大きな影、それはまさに大怪鳥。じゃあその鳥の足にガシッと捕まって、捕まえられたんだくちばしでだとすると行き先は当然、ああ巣だよね、やっぱり。キビニャンの大冒険、
それからの脱出は簡単になった。なるほど、フリークライミングの要領で簡単にフリークライミングとか言ってるけど、キビニア乗ってってなんていうか、ものすごく物が掴みづらそうなんだけど。なるほど、その後にイカダを作って、これ長えな意外とあとは君の予想通り滝壺へって。予想してないよそんなこと。そう、いや予想するかな。ともあれそれで現実につながるわけか。本当にすごいな、キビニャンは。照れてる、キビニャンが照れてる、かわいい。キビニャンがこんな命がけの冒険をしていた時に僕と来たら僕と来たら浮気二股をしていたわけだよね。いや詳しくは二股ルートをご覧ください。うん、なんでもない。それよりキビトランドのアトラクションは結構危険そうだけど、キビニャンは平気なの？どのアトラクションかって、僕が見たのはさっき話した水上バイクで走り回る。ああ、これは聞いた話なんだけど、命綱もなしに地上50メートルの塔の間を飛び移って、お姫様を悪い伯爵から助け出したって。本当？何それ、本当だったんだ。カオルから聞いた時は絶対嘘だと思った。すごいな、キビニャンは。どうしたらキビニャンみたいにすごい男になれるのかな。実はそういう学校があるとか。え、あるの？立派なキビニャンになるための養成学校、そんなものがあるの？そうなんだ。それじゃあキビニャコやアラジャケ先生もその学校に。そんなのがいるの、キビニャコ。他の遊園地のマスコットも同期生？それじゃあひょっとしてあの有名な、彼は主席、はは？イマジネーション、はは？なるほど、成績が優秀なマスコットは世界を相手に活躍するんだ。アメリカ、中国、ロシア、オーストラリアのキビトランド。え、キビトランドってそんな世界中にあるわけねえだろ。僕は一人じゃない、仲間がいるからって意味じゃなくて、キビニャンはたくさんいるってことか。でも重要なのは働く場所じゃない。それってどういうこと？そっか、幼稚園や介護施設を回ってみんなを楽しませているキビニャンもいるんだね。じゃあキビニャンは、君はどうしてキビトランドで働いているの？自分を待っている人たちがいる。確かにたくさんのお客さんがキビニャンを待っているんだろうけど、危険なアトラクションだってあるんでしょ？あそこのファラオはガチだからな。鍛えているから大丈夫って。だとしても、また今回のアクシデントみたいに海を漂流することになったら大変なんじゃ。あんなの小石にけつまずいた程度だって。タフだね。じゃあ一番危なかったのは？飛行機からパラシュートで？上空1万メートルの飛行機から、これ何？これな、な、なんなのこれ、ちょっと。キビニャンルート。あれ、がっつり長えじゃん、キビニャンの話。まともな奴はみんないなくなっちまった。残ったのは俺のような臆病者だけさ。よく意味がわからないけど、きっとキビニャンもいろいろあったんだな。遊園地のアトラクションといっても、やってる方は命がけなんだよね。なんだかキビニャンが今後どんな目に遭うのか心配になってきた。もうこんな危険なことばかりさせられているのに、いつも笑顔でいるなんて本当にすごい。僕の知っているキビニャンは小さい頃からずっと笑顔。小さい頃からってなんでだろう。僕はずっと前にもこの笑顔を間近で見たことがある気がする。あれはいつのことだ。確かまだ僕が小学生だった頃、実はカオルとデートで遊園地に行くまで僕はキビニャンとのことを忘れていたんだけど、でも今思い出した、僕は子供の頃キビニャンに会ったことがあるんだ。確かキビトランドが開園してすぐに家族みんなで行った。その頃はアトラクションはなくてパレードをするだけだったよね。え、パレードをするだけ？アトラクションなかったの？へえ、そうだね。その頃は僕が小学生でミヤが幼稚園に通っていた頃、あの時ミヤが、僕の妹なんだけどキビニャンのことを怖がってさ。やっぱり怖がられること多いんだ。
まあそう落ち込まないで。最終的にはミアも喜んでいたはずだから。その時の服装、そこまではちょっと。え、青色のパーカーにキャラモノのワッペンがついたジーンズを履いていた僕が。覚えてくれてるの、キビニャン。確かに風船をもらったけど、本当にあの時のキビニャンなの？来てくれたお客さんは全員覚えている。すごい、マスコットキャラの鏡だな。でもキビトランドは世界規模の遊園地だし、開園以来だとすごい人数になるんじゃ。え、キビトランドってそんなすごいの？じゃあひょっとしてこの前カールと行ったデートの時のことも。本当に覚えていてくれるんだ、嬉しいな。あいつはカオルって言うんだ。ちょっと騒がしいけど可愛いやつだろ。そんなんやだな、照れるよ。なんだ、何を。彼女ってことでいいのかな。なぜってそれは話すよ、誰かに聞いてほしかったし。こうして僕はカオルと僕がどういう関係で、僕がカオルのことをどう思っていたのかということを、そして僕がカオルに何をしたのかをキビニャンに話した。キビニャンは聞いているのか聞いていないのか、たまに空を眺めたりうなずいたりしていた。そんなキビニャンだからこそ僕は気負わずにいろいろと話すことができた。それでさっき川に落とされちゃったんだ。だからキビニャンを見つけたのは本当に偶然で、助けるために川に飛び込んだわけじゃないんだ。それでも助けてくれたことには変わりないって？そっか、ありがとう。今度はキビニャンの悩みを。もういいよ。もういいよ、キビニャン長えよ。僕でよければ喜んで聞くよ。僕とカオルが見たアトラクションの感想を聞きたい？もしかしてあの時のアクシデントのことを気にしているの？確かに口コミで話題になったせいでアクシデントを期待してくる客が増えたらしいけど。遊園地のみんなで作り上げたものを自分のミスで笑いの種にしてしまったって。そんな失敗したのはわざとじゃないのに。あれ、でもキビニャンは今までずっと漂流していたのに、どうしてそんなことを知っているの？渡り鳥が教えてくれた。いやー、ファンタジーだわ、キビとファンタジー。キビニャンは鳥と話せるの？というかキビニャンは何なの？キビニャンってもう何なのか分かんなくなってきちゃった。それも学校で習ったんだ。でもそんなに気にすることなんてないよ。キビニャンや遊園地の人には悪いけど、あのアクシデントも含めて僕らは楽しめた。うん、だからあの時来ていたお客さんたちもきっと満足して帰ったはずだよ。あんな内容でもお客さんが満足してくれたのはありがたいけど。ああそうか、そうだよね。どれだけお客さんが満足していたとしても、キビニャンにとっては失敗は失敗。一期一会か。キビニャンが言うと説得力がある。照れてるキビニャン、かわいいな。僕は自分のことばかり考えた挙句、大切な人を傷つけて。そうだよね、二股ルートの後の話だもんね。相当なクズ野郎ですよこれ。ありがとう、僕を励ましてくれているんだね。そうだ、一人で落ち込んでいる場合じゃない、キビニャンに負けないよ。キビニャン、僕も頑張るニャン。これからが大変だぞって。でもそれを言ったらキビニャンだって。そうだよ、キビニャンはたとえ次のアトラクションを成功させたとしても、それを見ているのはきっと違うお客さんで、失敗した姿を見せてしまったお客さんに成功した姿を見てもらうことはもうできないかもしれないんだ。失敗したらもうそれは取り返せない。だからキビニャンは一期一会。それに今回こんな大変な目にあって、また失敗すると思うとすごく怖いはずなのに、それでもキビニャンは。キビニャンはうまく言葉にはできないけど、やらなきゃダメだってそう思った。キビニャンを待ってくれているお客さんがいるように、僕にも待っていてほしい人がいるんだ。川に落とされたぐらいで僕のしたことが許されたとは思えないけど、僕頑張ってみる。うん、大丈夫。僕はもう二度と迷ったり間違えたりしない。だからいつか、キビニャンに胸を張ってカオルを紹介してみせる。
あんなクリスマスを過ごした後に君には僕を励ますために自分の話を、そんなこと考えていなかった？本当かな？ツンデレのキビニャン。分かったよ、僕がキビニャンの悩みを聞いてあげたんだよね。困った時はお互い様か。うん、そうだね、必ず行くよ、カオルと一緒に。もちろんだよ、今度はどんなアトラクションをやるのか楽しみにしている。だから絶対成功させる。だよね。服もだいぶ乾いたし、そろそろ行くよ。僕はもう大丈夫。それじゃあ。ん？どうしたのキビニャン、そんなに慌てちゃって。今すぐ振り返れ。振り返っても別に何も。あの遠くに見えるのは、え、あれってあの走ってくる人影って、まさか。うん、間違いない。ごめんキビニャン、僕もう行かなくちゃ。カオルが来てくれた。全力で走っていく。もう少しだって待たせたりしないよ。あー、でもこれでキビニャンのおかげで改心したっていうことなのか。いやー、知られざるキビニャンの裏側だったな。僕は追いかけてきてくれた彼女に駆け寄ると、そのまま力いっぱい抱きしめた。彼女は少し驚いた顔をした後、まだ半乾きだった服が気に入らなかったのか、少し照れながら僕の胸をこづいてきた。そんな彼女を僕はもう一度強く抱きしめた。もう二度と悲しませないように。腕の中で暴れる彼女に苦笑しつつ、さっきまでいた場所を振り返ってみると、キビニャンの姿は見えなかった。きっとキビニャンも僕と同じように自分の居場所へ向かったに違いない。かっこいいね、いいね、キビニャン。次にキビニャンと会うのは、きっと僕が彼女と一緒にキビトランドへ行った時だろう。アトラクションを成功させたキビニャンに約束通り胸を張って彼女を紹介できるよう、僕も頑張り続けるから。だからその日まで頑張れキビニャン。ありがとうキビニャン、また会う日まで。最後はいい感じで締めたな。お、あなたは甘神ちょっとおまけ劇場すべてのシナリオをクリアしました。オールクリアおめでとうございます。ありがとうございます。あ、これで全部ね。あ、なにこれ、なんか嬉しいね。うん、これにて閉幕。また会える日を楽しみにしていてください。おー、あれ？なんだ？やっぱり押し入れは落ち着くな。最近はなんだか忙しかったし、こうしてゆっくり押し入れに入るのも久々な気がする。敷き詰められた布団の感触は本当に癒される。海原と誓い合ったあの日からひたすら頑張ってきた。休み時間になるたびに教室を取り出し、学校中を回って、放課後になれば今度は街中を回って、でもおかげでたくさんの女の子と仲良くなって素敵な思い出を作ることができた。そして梅原と誓った通り、今年のクリスマスは、一昨年とは比べ物にならないほどいいものになった。この1ヶ月でこれだけのことができたんだ。僕は自分を褒めてもいいんじゃないのか。僕は本当によく頑張った。でもちょっと頑張りすぎた気もする。なんだか最近疲れが溜まっている気がする。こうして押し入れでゆっくりする時間もなかなかなかった。なんかこれはリアルの自分にもすごい染みる。うん。3ヶ月くらい毎日更新してるからね、甘神。いやー、今日はこのままお城でゆっくり休もう。ん？またミヤか。壁を引っかいている。全くいろいろと手を変え、品を変え、何なんだ？一人で静かに過ごしたいのに。いい加減にしないか！うわ、いや、お前かい！これは怖い。こっちの部屋はダメ！あ、ニーニー。キ
キビニャン連れてきちゃった。なんだキビニャン、また家に遊びに来てたのか。そんな上変なの。キビニャン、ついこの前遊びに来たばかりだろ。そんな頻繁に遊びに来られても相手をしてあげられないよ。違うよニーニー、今日はミヤが拾ってきたんだよ。ミヤが拾ってきた。河原で途方に暮れてる迷いキビニャンを見つけたんだけど。迷いキビニャン、一人ぼっちでかわいそうだから拾ってきちゃったんだ。迷いキビニャン、今はキビドランドに戻って頑張っているはずだけど、人生にでも迷ったのか。キビニャンはもう大人だから拾ってきても大丈夫だよね。むしろ大人なのに河原で拾われるのはどうなんだ。とにかく夕飯前に動物を家に入れたらお母さんに怒られちゃうだろう。気づかれる前に帰らさないとダメだぞ。てかでかい、キビニャンでかいから。それじゃキビニャン、気づくとかの問題じゃなくて、ぬくぬく長者ゲームをして遊ぼう。ほう、また今度ゆっくり遊ぼうな。がっつりキビニャンと仲良くなるっていうお話だったわけか。もしかしたら二人とも猫っぽいし気が合うのかもしれない。というよりキビニャンは猫そのものなのか。まあいっか、これ以上考えても仕方なさそう。僕は押し入れに戻ろう。本格的に眠くなってきた。夕飯の時間までまだ少し一眠りしちゃおう。ふわー、ぐっすり眠っちゃいそうだ。こんな眠気は生まれて初めて。なんだかもう夕飯も食べなくていいや。この眠気は一体何なんだ。これだけ体が眠ることを望んでいる状態、まさかまさかこれが冬眠というやつなのか。よく考えてみれば布団に囲まれたこの状態、まるで洞窟で冬眠するクマじゃないか。なんだかクマが冬眠する気持ちが分かった気がする。これだけ気持ちいいんだ、そりゃ春まで寝ちゃうよ。このまま眠ったら僕は一体いつ目覚めるんだろう。明日の朝か、もしかしたらもっとずっと先まで眠っちゃうかもしれない。この1ヶ月の疲れを、いや中学生の時も小学生の時もこの17年間僕はずっと全力で頑張ってきた。きっとそんな17年分の疲れを癒すために僕は眠るんだ。でもいつかまた次に目覚めた時は新たな僕の物語が始まるのかも。それまではゆっくり休ませてもらおう。なるほどね。こうやって、天神の世界で休んでいくというところだったわけですね。以上、天神ちょっとおまけ劇場でした。いやー、最後のキビニャンが意外と長くてびっくりした。私もおまけを選ぼうと思ってたの。じゃあね、ちょっと、このちょっとおまけ劇場のですね、あ、なんだこれ、ふわ、あ、今のやつが最後に見たのがオールクリアのイベントだったんだ。眠くなって眠っちゃうっていうね。うん、最後はじゃあこのちょっとおまけ劇場の感想なんかを話しながらスタッフクレジット、こちらを見ていきましょうか。エンディング、お疲れ様です。ありがとうございます。おまけとはっていうね。おまけとは一体何だったのかっていうぐらいのとんでもない大ボリューム。いや、これはね、多分どのキャラのファンの人が買っても満足できる内容だったんじゃないかなって思いますね。いや、でもやっぱり特にこのサブキャラにスポットライトを当ててくれたっていうのはすごく嬉しかったな。うん、高橋先生を中心にやっぱ塚原先輩、あとサンタブの伊藤さんと田中さん、みんないい味出してたな。もう大満足のちょっとおまけ劇場でございました。通行ってですね、あーちょちょちょ終わっちゃった終わっちゃった、天神実況約3ヶ月にわたってやってまいりましたけど、次回で最終回です。ラストは天神ジャイアニズムスペシャル、お楽しみに。